Let's go! ジュンジュンチッチ、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 サラッパー、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 チャンネルー。これ、もう UI もあったじゃん。いや、ほんとだね。グッタラグチャンネルー。いや、最近、一人でオープニングが多かったから。うん。まあ、じゃあみんな、あれだよ、もうこの動画は明けましておめでとうございます。うん。一発目になるかもしれない。確かに。もうほぼサラの顔なんて映ってないからね。確かに。今暗いね。今映っても。今時間で言うとでも5時半だけど。映っても困るけどね。皆さん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。試合無事勝ちましたよ。年末の。よかったね。どうだった？かっこよかった。なんか今年末みたいだけどね、まだ。確かに今、めっちゃ朝だから。お正月気分だけど、ね、今時間で言うと1月の5日です、うん、今とあるところに向かってるんですけど、はあ、どうだった年末。楽しかった。いや、かっこよかった。まあ、勝ったしね。かっこよかった。かっこよかったっていうのはとは、僕が試合勝ってかっこよかったって。試合中かっこよかった。試合中はサラちゃんのヤジ通り動けた。ヒヤヒヤした。サラ、ね、ちゃんのヤジ通り動けた。うん、サラちゃんめっちゃ面白かったよ。結構ヤジさ、力ヤジさ、うん、セコンドじゃないサラ。いや、ほんとだよ。なんかさ、だってさ、ここ油断するなとかさ、練習通り行けとか。いやいやいや、ほんとほんと、あの目を覚ませたの。目を覚ませ練習って、練習通りって練習知っとるんかいな。いやー、練習知らんけど、練習行ってるでしょ。いや、行ってるでしょ。そりゃみんな練習しないやついないだから目を覚ませってこと。あそこで、ぬるま湯に使っちゃいけない。あの試合はさ、スローモーションになってるわけじゃん。自分たち的には。そうなの？え、そうでしょ。スローモーション。そうだと思うの。交通事故もそうじゃん。同じだよ。だけど、一瞬のチャンスしかないんだよ。そちら側はスローモーションかもしんないけど。いや、スローモーションになったないよ。え、そちら側は、あと何分かぐらいチャンスあるとか、何秒間あるって思ってるかもしんないけど、はあ、あのチャンスって、どっちかが一瞬気を緩んだ瞬間に、ドカドカーとか。まあ確かに一瞬、で、勝負の方向性が決まる競技ではあるからね。確かに。だからそこを集中力を切れないように、あのヤジが誕生してるわけ。でもあのヤジがないのとあるんじゃ絶対違うから。確かに。サラはもう歌いに行ってんのかヤジやりに行ってんのか分かんなくなってきてる最近。じゃあちょっと次の試合もね、サラちゃんぜひヤジをしに来てくださいよ。まあとりあえず生き残ったというか、うん、無事勝つことができて次に繋がることができたと思うので、今年は頑張ります。皆さん応援の方よろしくお願いします。でね、ちょっとサラちゃんがね、報告があるんだよね。何の報告？いや、サラちゃん TikTok ライブ最近頑張ってるじゃん、うん、で TikTok ではさ、もう多分 TikTok を見てる人は知ってるかもしれないけど、 YouTube を見てる人はさ、今のサラちゃんの最近の近況っていうかさ、実はサラちゃんがオーストラリアからこの年末の試合に来てたってこと知らない人も多いんじゃない？オーストラリアから、だってツイッターでも書いてないでしょ。何も書いてないね。知る人ぞ知る。知る人ぞ知る。だから誰、その知る人ぞ知るうまいお寿司屋さんみたいな。1ヶ月に一遍ぐらい帰ってきてるけど、常にあっちにいるって感じ。実は今サラちゃんはもうオーストラリア人になりかけてる。なりかけてるんだよね。なんでオーストラリアかって言ったら、自然が好きなんだよねさ、はあ、で昔小さい時にオーストラリア家族旅行行った時に家出したの、はい、好きすぎて。はいはい、あのアウトデラックスのね。それぐらいオーストラリアが好きなの。はあ、で家出してあれでしょ、パスポートの、知らない人がいたらもし一応話してください。知らない人、パスポートを、だから、会社の、なんか、パスポート
子供たちのパスポートを管理する係みたいのがやってくれてた人の部屋に忍び込んで、あ、会社の従業員の方の、そうで、パスポートを一つ私の取って、でもそこで賢くない、賢い、何歳の、何のためにパスポート取ったんだろうね、もう帰れないように、小学生、うん、小学生、うん、すごいね、ビリビリに破いて、破けないからさ、トイレかなんかに、なんかトイレのどっかのゴミ箱に捨てたかなんかで、やばいね、もう帰れないようにしたかった、ああ、で、自分のだけ、自分のだけ、もちろん人のやったらそれさ迷惑っぽい、親のやったらもう二度と帰る、ほら、え、そうなの、家族ごと帰れないんじゃないの、わかんないけど、いや全部大丈夫、再発行できるんだけど、再発行できるの、大使館で家出したわけ、ああ、それぐらい好きだと思う、 でちなみになんで家出したの、いや、コアラと、うん、その自然の動物たちと生きていくって決めてた、ワラビーだっけ、ワラビーでも、まあ、それは夢で終わったの、夢で終わったんだ、小学生のサラ少女の、そう、ただそこケアンズだったんだけど、ああ、今いるところ何を間違えたか、シドニーっていうめっちゃ都会にいるの、はあ、そう、だからなんかほんとケアンズと全然違くて、まあ、そこも楽しいんだけど、なんか東京にいる気分、あ、そう、そんなとこだったね、来たらわかるよ、来てよ、行くよ、暇だから、うん、まあやることは、まあ、中華料理を食べること、それだけ、ちょっとオーストラリア行って中華料理、オーストラリア料理じゃないの、オーストラリア料理って美味しいの、オーストラリアでご飯ってどうなの、まだ食べてないちょっと待って、今もう結構チャイナタウンの中にいるから、あ、そうなんだ、食べるものは基本中華料理、へえ、あれでしょう、なんかサラちゃんすごい修行みたいなところに住んでるでしょ、そうだよ、だからバックパッカーみたいな生活してるでしょ、うん、天と地みたいな生活してる、いや本当だよね、だって今東京じゃさらちゃん宮殿みたいなさ、自分のね実家に住んで、そう、たださすがにやっぱチートデーっていうのは必要で、ああ、たまにあっちでホテル借りたりするの、ああ1日だけ、 あとお風呂はホテルのスパとか、すごい生活してるねだから普段バックパッカーの何人部屋とかのバックパッカーの生活して、次の日5つ星ホテルみたいな、そうそう、どんな生活、だからたまに、ね、たまにスパに行く、あ、じゃあそこでまああれしてんだ、楽しんでる、上下を楽しんでると、うん、勉強してんだ、そう、だから多分サラって神様、え、天使みたいな、今天界を楽しんだり人間界楽しんだりしてる性格だと思う、なるほどね、そう、この間そう話ね、ツイッターにお正月書いたんだけどさ、結構反響あって、珍しく長文を書いてしまったの、語ったってこと、そうそうそう、で、なんかそれはほらサラちゃんってさ、もうあのちっちゃい頃からずっとさ、ロールスロイスとかさ、でもう運転手付きのボディーガード付きの送迎がちっちゃい頃からあったわけでしょ、うん、で、そのそういう風に育って環境の人の、はあ、やっぱティグちゃんって子供じゃん、はい、で、うちの母親がそのすごい心配してて、サラちゃんにそのなんていうの、バスとか電車とか乗せてもいいのかなみたいな、ティグちゃんをね、どんどん乗せてそれでバス乗せていいのかなって言って、なんか僕とか GK さんにすげえ相談されてて、なんかサラちゃんもそういうあの知らずに生活どういう教育方針なんだろうみたいな、あのもし勝手に乗せちゃったら申し訳ないしみたいな、どっちも知ってる人にならなきゃいけないか、どっちも特別じゃない人にならないと、それをサラちゃんから聞いてたから、僕この前ティグちゃんを連れてね、バス、うん、一日その手掛けしてたの、手掛けしてたの、うん、バスも知らなきゃいけないけど、ロールスロイスも知らなきゃヘリコプターも、ヘリコプターもだから、どっか行くときにヘリコプ
ザーで行っても、ああヘリコプターぐらいの感覚じゃないと、特に女の子、男の、ちぐちゃん男の子だけど、なんかヘリコプターにいちいち驚いてたら変な男の人に騙されるそれでいろいろこうね、なんか結構課題が見えたっていうかさ、なんか本当にその子育てって結構やっぱ大変なんだなっていうのがね、もうなんていうのかな、生活、公共機関を使って生活してたらすごいいろいろ気づきがあったりとかして、僕自身もなんかティグちゃんをそうやって教育っていうかさ、育ててあげてるようで、自分自身がすごい勉強になった。やめて、そのなんかプレゼンみたいな、いや本当にそっちのモードに入ってくのやめて、いつも。いや、でもすごいこうなんかね、勉強になって、なんか刺激があったり、学びがあったり、はい、だからなんかその何の話だったの、まあ、なんか上も下ってサラちゃんの話。そうだよ、だ自分がそうやってなんかそっちモードに入ってるんだけど悪かったね。それで、まあ、それで、うん、何の話、バスの話。いやだから家出の話。あ、家出ね。あ、で、あ、それで、いやだからデートに行くのに、そのプライベートジェットで来たらちょっと驚いていいと思う、さすがに。レベルがやばい。お、それで行くんかいみたいなでもヘリコプターはダメ。なんでヘリコプター当たり前なの。ヘリコプターはタクシーみたいな感じ。ヘリコプター持ってる人は結構そうそういないと思う。いるよ、いっぱい。いや、レンタルとかは聞いたことあるよ。ヘリコプターってさ、ほらよくね。いや、サラもさすがにプライベートジェットを乗り回してるなんか人がいる、ちょっとどっか行くっていうだけで。いやでも最近プライベートジェットもなんか何人かでシェアしたりとか、それ持つって言って何人かでシェアしたりとか。それだ、それはそれ、あ、自分だけのプライベートジェット。まあまあ、とにかく何の話してたんだっけ。だからオーストラリアに行って、とにかくオーストラリアに行って、まあ、サラはもうね、人生の修行をしてるってわけですよ。なるほどね。ただ望んでしてるから別にしんどくない。みんなにこんな生活、親が泣くよって言われると、向こうで友達みたいなのもいるわけですよ。え、友達できたの、サラちゃん。一応ね。友達っていうか、隣に座ったら一応友達になるでしょ。ああ。なんかそうじゃない？なんかさ、学校の友達とかってさ、一番最初入学式で隣になったらさ、その緊張を抑えるためにさ、お互い慰め合う。あ、サラ帽子忘れた。最低。なんだ？帽子やったこれ、これキャップ帽子なんだっけこれ、あのキャップ帽子なんだっけこれ、臭いなんだっけこれ、これニューエラってやつ臭い。じゃあ誰買ったばっかり、買ったばっか、やった、ちょうだい。同じしかちょうだい。しかもこのシール貼っちゃってる人、シール貼っちゃって、それ剥がさないでしょ。いやなんか裏に貼る人いるよ多分。それ剥がしたらだってもう外れちゃうんじゃない。イエーイ、帽子ないとやっぱりさ、難しい、自分を隠すのに目立っちゃう。オーストラリアで気づかれることないでしょ。そういう問題じゃなくて、やっぱさ、サラって変人ちょっと変わってるからさ、目立っちゃうんだよね、いちいち。あ、そう、いちいち目立ちたくないじゃん。悪目立ちみたいな、別にいい目立ち方じゃないから。そう、嫌だから隠れたい。なるほど。とか言ってさ、すぐ発言するから、海外行くとテンション上がってね、すぐ発言しちゃう。日本だとちっちゃくなってんの、逆に。どんなもん。海外行くとでっかくなる。でっかくなっちゃうな。じゃあそれでサラちゃんがその今すごく冒険をしてると、うん、じゃあだね、またじゃあサラちゃん試合の時に日本戻ってくるから、うん、そうだね。あ、でもちょいちょい来てんだよ、うん、久保に会わないだけで。え、そうなの。そうだよひでえ。そうだったんだ。じゃああれだね、僕もティグちゃんとオーストラリアにサラちゃんに会いにティグちゃんと行ってこようかな。うん、行ってこようじゃ会話なちゃくて、行こうかな、会いに行こうかな。来てよ。暗闇だけどさ、可愛い顔をせっかく映せないの悲しい。
まあそのサラちゃんの可愛い顔を見たい人は最近の TikTok TikTok 広告宣伝じゃん。 TikTok ライブ、いやもう最近ね TikTok ライブね桃鉄配信とかしてるから、すごいね。でも毎日やってるじゃん、サラちゃん。そうだね、なんか住みかになってるサラ、すごいよ、すごいよ、ね、なんかもうね、うん、努力とかじゃなくて趣味になってる、すごいね。向こう行ったらさ暇なの、うん、寂しいし、だから配信する。でもいろいろさ、じゃあ経済の勉強とか。いやそれももちろんしてるんだけど、経済の勉強をさずっとできない、うん、そのちょっと寂しい暇な時間になるとさ、やっぱみんなと話したくなって依存してるから。なるほどね。じゃあ修行の間の休み時間でやってほしい。じゃあまあ、まだもうちょっともう少しで羽田空港着くけど、まあオーストラリアまで1本なんだ、うん、何時間くらい、9時間割と近いね。割と近いでしょ、うん、ハワイぐらい。ハワイもっと近いハワイは、まあでも寝てれば同じだよ。じゃあ元気でます、うん、じゃあね。じゃあまた試合の時に、試合の時か次オーストラリア配信する、オーストラリアに久保が来るという。久保が来るか、そう、まあ、試合のあれによるわ。だからどれぐらい試合、例えば、すぐ行くんだったらもう試合まだ決まってないかも。確かに試合決まっちゃうとさ、確かに試合決まっちゃうと、そうだ、次の試合終わったらとか、まあ、どうなんだろう、まあ、まあ、とりあえず元気で。まあ練習で疲れまくった時とか、そうだね、確かにやりきったそれで3日間、ちょっと体休まないとって時と、なるほど、そのちょっと3日間で、別に3泊4日とかでも十分のオーストラリア楽しいでしょ。全然いいよ。じゃあそれでも、はい、3日間マイルできて、マイル OKOK、 じゃあちゃんとじゃあファーストクラスで行くわ。オーストラリアそんなにいいファーストクラスないよ。あ、ないんだ。ドバイに比べたら、あの時のさ、ドバイのファーストクラス、ドバイに比べたらあれが忘れられないよ。ドバイに比べたらないよ、もう。ないよ。ということで、今日もみんな見てくれてありがとう。サラはほぼ真っ暗だったけど、みんないいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバイ。これからの今年のサラクロチャンネルもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、みんなも2024年、うん、楽しく行きましょう。イエイ。バイバイ。バイバイ。